はい。じゃあ、平成24年熊本県共通テスト第1回。え大、ー、問6です。いきます。次の英文は、日本で3年間、中学校の ALT として勤めたジャクソンが、えー、日本を去ることになり、えー、最後の退任式で、えー、英語でスピーチをした時のものです。よく読んで、1から6の問いに答えなさい。という問題になっています。はい。じゃあ、いきます。えー、Good morning, everyone!、えー、おはようございます、皆さん。 I'm here today to say goodbye to you. ですね。To say goodbye to you が不定して何な々んなんするためになっていますから、えー、私は To say goodbye to you.、えー、みんなにさよならを言うために今日ここにいます。I'm very sad. 私はとっても悲しいです。because about today is the last day えー、なんとか見ですけど、まあ、ここ全知識が入るんでね、えー、f o r m e でしょうね。えー、to come to this school.、えー、さあ、この文訳します今日は Is the last day, 最終日ですと。私にとっての最後の日。えー、to come to this school。この学校に来る最後の日ですね。えー、今,日今日がこの学校に来る最後の日なので、 I 私はとても悲しいです。えー、Because 以降、ね、基本的に中学生は、なぜならばで訳して、うまくいくんですけど、あくまで接続詞なので、本来は、なんなんなので、なんなんだというふうに訳すのが、本来正しい英語の形。にはなります。えー、続けていきます。I came to Japan three years ago to teach English. 英語を教えるために、3年前に、 私は日本に来ました。When I came here, 私がここに来た時、I know much about this country. 私はこの国について much, たくさんは知らなかった。ですね。Now、a n very much 今、私は日本が大好きです。えー、前嫌いだったかな、えー、?I have a lot of good memories of you. 私は、have a lot of good memories of you. あなたたちとの、えー、たくさんの良い思い出を持っています。You were always very friendly to me. あなたたちはいつも私に対してとても親切なまあ、フレンドリーですから仲良くしてくれたと。And、we played many kinds of games. 私たちは many kinds of games.Kinds は親切なのじゃなくてこれ種類ってうですね。 たくさんの種類のゲームをしました。And activities in English class. 英語の授業でたくさんの種類のゲームや活動を行いました。Uh, I enjoyed teaching you English.Enjoy、uh, finish stop mind の後は同名しか使えないですから、ING で何々すること。私はあなたたちに英語を教えることを楽しみました。 and そして、talking with you very much。そして、あなたたちと一緒に話すこと。なので、これをまとめると、私はあなたたちに英語を教えること。そして、あなたたちと一緒に話すことを very much。とても楽しみました。というわけですね。えー、At first, まず、Many students didn't speak English with me. えまずまあ最初はかな最初はほとんどの生徒たくさんの生徒はこうと半数みたいなイメとジでほとんどの生徒は言うとでうたたと言う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 に言うと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 言れと言う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 と言 e と言うと言うと言うと i う h 言うと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 と言と言う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 と言 t と言うと言それ言うと言 とてもうれしく思います。それっていうのは、えー、多くの生徒が英語で話してくれることですね。多くの生徒が一緒に英語で話してくれること。えー、you know that English is f u n a d that's your s は楽しいということをあなたたちは知っている。I visited every class to eat 給食。 えー、給食を食べるためにすべての教室を私は訪れました。まあ、毎回違うクラスに行ったとことだな。We talked about many things together during、えーえー、給食。私たちは、デュアリング何々の間ですから、給食の間、一緒に together、えー。たくさんのことについて話しました。It was a lot of fun. それは、 とても楽しかったです。続けて、studying Japanese、えー。ここでは、A のところは4を入れましたね。4 3,、yes、3、えー、years 主語がここからここまでです。主語の後、動詞ですから、動詞のわずがここに来ているので、ここまでで1つの主語、何々和を使います。えー、3年間の間、英語あ、日本語を勉強することは、 ですね、3年間の間、日本語を勉強することは、was very difficult. とても難しかったんです。But、でも、now, 今、I can speak Japanese well. 私は上手に日本語を喋れます。じゃあ、日本語で挨拶して帰れよ、えー、People in Japan、日本にいる人々は、were very friendly to me. 私にとても親切に、まあ、仲良くフレンドリーにしてくれると。なんかさっきも書いてありましたね。 I had dinner with my Japanese friends last Sunday. 私は先週の日曜日、私の日本の友達たちと一緒に、えー、夕食を食べました。I enjoyed talking with them in Japanese. 私は日本語で彼らと話すことを楽しみました。もちろん、Enjoy Finish Stop Mind だから、動名詞のね、Talking、ING になってます。 Some of my friends, 私の友達の何人かは、gave me very nice.、えー、私の友達の一部は、gave me、与えてくれた。とても素敵な日本のもの、like、うちわ &happy。like は好きじゃなくて、主語の後、動詞に来てないんですから、前置詞の like、何んのような、ね、うちはやハッピーのような、 とても素敵な日本のものを私に与えてくれました。くれましたですね。ちなみに文としても Some of my friends まで主語、動詞人、そして物ですね。SVOO の文の形になってました。私の友達の一部は私にうちわやハッピーのような、えー、とても素敵な日本のものをくれました。 We took a lot of pictures together that night. 私たちは、えー、a lot of pictures together that night. その夜、この、this morning とか、that night その夜とか、こういう時には、それだけで、時を表しますね。えその夜に、together、一緒に、たくさんの写真を撮りました。で、えー、っと、うのとこやったかな。あー この AB に入るのはいけるので、あから U のどこかにこれを入れろと。でまだっぽいですね。次です。えー、When I なんとか b a c to Canada で、ここで入ってくるんですけど、カナダに帰るんですから、えー、Go back でしょうね。この答えは Go として。When I go back to Canada。私がカナダに帰ったとき、I'm going to study Uh, 私は、えー、っと大学で勉強をするつもりです be going to なんなんするつもり、uh, I want to be a teacher in Africa 私は want to be なんなんになりたいですねアフリカで a teacher 先生になりたい want to be、uh, 私はアフリカで先生になりたいんです Because, なぜならば I want to teach and take care of children。私は、えー、子供たち、そこの子供たち、アフリカの子供たちに教えて、そして世話をしたい。えー、そこで、えー、子供たちの世話をしたい、えー、教えたり子供たちの世話をしたいと思っているからです。 だからさっきも言ったけど、because の以降から本来訳せば、私はアフリカの子供たちに勉強を教えたり、世話をしたりしたいから、私はアフリカの先生になりたいんです。<noise> アフリカで先生になりたいんです。do you know that about 1,10、100、1000万、10万、100万、1000万、67 million children ですね。 Do you know that about 67 million children can't、uh, go to school in Africa? あなたは、えー、ざっと以降から先に訳しますから、アフリカ,のアフリカで、えー、6700万人子供たちが、えー、学校に行くことができない、can't、えー。ということについて、 Do you know? あなたは知っていますかちなみにこの about は何々についてじゃなくて、えーとえー、ここはな約,、ね約えー、6700万人の子供たちがアフリカで学校に行くことができないということを do you know? あなたは知っていますか文分になっています。えー、Children in Africa。アフリカの子供たちは h a v e to 何々しなければならないのは h a v e to ですね。Must と同じ意味の h a v e to。 have to work to live. 生きるために働かなければならない。アフリカの子供たちは生きるために働かなければならない。to 不定してなんなんするために。生きるために to work 働くこと。こっちが、ね、名詞的用法こっちは副詞的用法ですね。同じ to 不定しても、ここに2つ違う使い方で出てきています。まあ、ここは have to だけど、ごめん。have to の後の原型でいいと思いますけど。 えー、アフリカの子供たちは生きるために働かなければならない。They have to work for their families. 彼らは、彼らの家族のために働かなければいけないは、は、ね、は、so、彼らは、だから彼らは、は、えー、は、は、は、なは、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  Uh, learn to read and write. 読み書きをすることを学ぶことができないんです。まあ、できないというか学ぶことの機会がないな読んだり書いたりする機会がありまん、えー、I think Japan is a rich country. おそらく、ね、ここにさっきのがあると思うので先に読んでいきましょう。I'm very sad when I think about those children. シ、えー、ンクは考える思うですけど、そんな子供たちのことについて私は考えるときに、私はとても悲しくなりますと。悲しいです。ということですね、えー。そんな子供たちのことについて私が考えるとき、えー、私が考えるとき、私はとても悲しいですと、えー。というのが入って、アイシンク私が思うに、ここから、ここにザッとか省略されてますからね、本当はね。 えー、私が思うに、ジャパンイズアリーチカントリー、日本はお金持ちの国だと。私は思います。You can study at and eat 給食あなたたちは、えー、学校で勉強することができる。そして、給食を食べることができる。this is an ordinary life in japan but、uh, not in africa。これは、ordinary life のところがですね、えっと、書いてないんじゃなかったの、ordinary は。 書いいてないですよね確か。おうおお、ないないない。はい。えー、なので、えー、ここの部分の役をこの中から選べだったかな。はい。この中から選びなさいと、えー、いうことで、普通の生活ですね、えー。This is an ordinary life in Japan. これは日本では普通の生活です。But でも、not in Africa。アフリカでは違います。 Well, まあ日本ではあ学校で勉強して給食を食べるというのが当たり前にできるんですけど、アフリカではそうじゃないということですね。Well, I have to finish my speech.I、えー、have to finish my speech. 私は私のスピーチを終えなければいけないですね。Uh, if you always help people around you, もしあなたたちが、えー、あなたの周りの人々を いつも助けたならばですね。ちなみに、if 以降には will を使いませんけど、if がついてない方の分には will をつけます。基本的には。if you always help people around you。もしあなたの周りの人々がいつも、あなたの周りの人々を、if you always help、あなたが助けたならば、they will help you too。彼らはあなたも助けてくれるでしょう。 and,、ね、and if you really want to do something, そしてもしあなたが本当に to do something, 何かをしたいと思ったときに、えー、Never give up,、えーえー、決して諦めるのですね If you never give up, もしあなたが 決して諦めなければ、You will learn important things about life. あなたは、えー、あなたの生活について、えー、重要なことを学ぶでしょう,う。あなたの人生についてかな、ライフはね。What should you, should you do to have a, a good life? 何をすべきか s h o u l d、えー、助動詞の「s h o u l d 何々すべき ?You do to have a good life. To have a good life で良い生活を手に入れるために不定心で、ね、な,んなんするためにあなたは何をすべきでしょうか Please think about it それについて考えてみてください Thank you very much goodbye どうもありがとうさようならという内容になっていました、まあ、あと問題の方はしっかり見ていってほしいんですけど全文訳としてはこんな感じになっていました